大泉整骨院鍼灸院院長の黒川隆彦です。エステのコースのフェイシャルの美容師について私が担当していますので、お話しいたします。美容師って言いますとやっぱり針ですので、初めてやる方はとても、怖がる方も多いんですよね。で、まあ、お顔に打ちますので抵抗のある方も多いですし、まあ、最初怖いくてっていう方のために、あと、まあ、顔に刺したりする刺激にとっても苦手な方や弱い方のために、接触診というやり方をご用意しています。これは針を、まあ、皮膚を破るほどには刺さない針先をこう、顔の表面に当てるだけの針なんです。小児鍼といって、お子さんや赤ちゃんなんか敏感な方に使うやり方を大人の顔に、応用してやっています。まあ、顔はとても敏感なので、もともと敏感な方でしたら、それで十分効果が得られるので、それでやっています。で、まあ、皮膚に差し込むほど打たない、当てるだけですので、治療のポイントもたくさん取れますし、まあ、特に気になる場所があるというよりはお顔全体のリフトアップをしたいとか、フェイシャルのコースの効果を長持ちさせたいなんという希望の方には接触診の方が向いているケースもあります。お気軽にご相談いただければと思います。